はい、どうも、ナバルです。昨日はファミリートレーナーランニングスタジアムというゲームをご紹介いたしました。まあ、スポーツゲームでございます。で、ほんま、トントはね、同日に発売されました12月23日にコスモジェネシスというゲームが発売されたんですがね、こちら情報少ないっていうことで、ちょっと動画でもちょっと私見たんですが、シューティングっぽく最初見えたんですよ。でもね、シューティング要素が全くなく敵が出て来ないんですよね。で、どういうゲームかっていうのもちょっとはっきり私からもちょっと伝えづらい部分がございますのでね、宇宙をね旅する悪感的なやつだったんですが、ちょっとこれぐらいしか説明できないんで、ここはもう飛ばして12月24日に発売されました戦いの挽歌というゲームをご紹介いたします。はい、こちらの作品ですが、86年4月にね、稼働開始したアーケード用横スクロールアクションゲームでございます。はい。で、主人公、リュウという人なんですが、まあ、これ、カプコンさんですが、ストリートファイター2のリュウと全く関係ございません。全く違う人物でございます。まあ、こちら操作いたしまして、核戦争後の、ね、世界を支配する剣王を倒しまして、世界を救出することを目的としています。まあ、感想としてはね、こちらのゲームも見たんですがね、ファイナルファイトの雰囲気がちょっと出ています。で、以前ね、これも紹介いたしましたが、魔界村とはもう全く、また違うね、横スクロールアクションゲームでございましてね、もう結構ファミコンにしてはね、かなりクオリティが高い作品になっています。もう一度見てみてください。まあ、最新版での移植で言ったらね、2016年8月31日 Wii U バーチャルコンソールでね、もう配信されています。で、PlayStation 3でもあるんで、よかったらね、一度動画で見て面白そうだなと思ったらやってみてください。結構面白そうな作品でございます。はい。まあ、概要に進みますが、サイドビュー形式のアクションゲームでございまして、プレイヤーキャラクターと敵キャラクターたちは当時としてはね、かなり大型で見栄えのするグラフィックが用いられています。で、それと対照的なゲーム内容は非常にシンプルかつストイックであります。で、ステージにはギミック的な要素ほとんど存在いたしません。まあ、プレイヤーをね、脅かす要因はもっぱら敵キャラクターの攻撃であります。攻撃の仕方がね、変幻自在でね、動きもね、カプコンあるあるですがね、突拍子もない出方をしてくるんですよ。で、攻撃の仕方もローリングとかね、してくるんですよね。突然してきます。もうこれ多分ね、攻略本とか、多分見てもわからないと思います。もう慣れるしかない作品でございます。はい。で、主人公の攻撃方法は剣だけなんですよ。で、防御は盾で、ね、行います。まあ、ただし丸まり、攻撃はマジックボールを盾で受けるとすでになります。ゲーム内容に、まあ、関して話していきますが、まあ、8方向レバーと2つのボタンを使って主人公リュウをね操作していきます。で、2つのボタンの効果は武器を持っている時ね、剣を振ると盾で防御ですが、すでになるとパンチとキックに変更されます。もうね、排水の陣になっていきます。で、全6ステージの6周、2周構成で合計12ステージで、画面の左右から迫ってくる敵をね、倒して進んでいってね、各ステージ最後にいるボスを倒せばクリアとなります。まあ、アクション形式のね、ゲームでございまして、で、プレイヤーの体力ゲージは攻撃を受けると入っていきます。で、体力回復にはステージクリアか、時々登場する回復アイテムを取るしかございません。で、体力が滑ってなくなるか、タイムオーバー、で、ワンミスとなります。で、スリーミスでゲームオーバーになります。で、ただしコンティニューすると一定のポイントからゲームが再開します。で、まぁ、こんな感じですよね。で、設定ですかね。まぁ、ストーリーに進みますが、核戦争が終局を迎えた世紀末。で、剣王が率いる悪の軍団によって支配され続けている世界があったと。この世界の人々は悪の軍団の横暴なやり方に怯えながらの生活を過ごしてきました。で、すべての武術を習得している君はっていうか、竜はね、竜のことですよね。で、剣王の力に怯えている人たちの依頼を受け、この世界に再び平和を呼び戻すべく悪の軍団に立ち向かうという内容でございます。まあ、見たことあるシナリオですよね。まあ、北斗の拳ですよね、この内容。もう、この
時期も北斗の剣がもう一番売れているんでね、はい、もう結構ね真似する作品出てくるかもしれません。はい、まあステージ構成はね1から6まであります。はい、まあ、キャラクターもね、あの味方キャラは竜、主人公一人だけでございます。まあ、あとはもう敵キャラクターね、もう中堅雑魚とかもうボス敵とかたくさんいます。まあ、ここ、YouTube の概要欄に載せておきますので、よかったら覗いてみてください。はい、で最後ね評価に参りますが、アーケード版ですよね。で、1998年にそれまで発売されていたアーケードゲームすべてを対象に行われましたゲームベストムックザベストゲーム2ではね、終作ゲームとして選定され、ね、操作系はレバーでジャンプを行い、2つのボタンは剣を振る舞うものと、で剣を構えるものがあったと。で、当時ボタンでガードというアイデアは初めて試みだったと。初めてなんですよ、ボタンでガードっていう。今はもう当たり前ですがね。で、それほど派手ではなくて、かつゲームの難易度が半端じゃなく高いので、やらなかった人が多いが、ハマった人はこれほどハマったゲームはないと言っていいほど熱いゲームだと。で、難易度の高さに関して指摘していますが、操作性における革新性と、熱中度に関して肯定的に評価されているとされています。まあ、先ほども言いましたが、魔界村とね、まあ、ファイナルファイターの本当に間的な印象を私は持ちました。本当に。結構難しさはあったんですがね。でも、その中で楽しさですよね。こうカプコンすごいところ、やっぱり楽しさが絶対出てくるんですよ。はい。で、ファミコン版ですがね、ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューで6787の合計28点。40点満点中ですがね、となっています。で、レビュアーの意見としてはね、暗くてジメジメした世界が展開されていると。で、難しくて進めなかった魔界村の5倍ぐらいは面白いなどと評されています。ね、もう、ファイナルファイターと魔界村の間ぐらいっていうのはこういうことですよ。魔界村ほどめっちゃ難しいっていうわけじゃないんですよ。はい。で、ゲーム誌ファミコンマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価はね、30点満点中 19.68 となっています。高めでしょう、やはり。はい。いや、結構高めだと、もう、思いますよ。やらんでも、この、見ながらでも結構面白そうっていう印象を受けましたもん。やっぱ、剣でね、倒していくっていうね、それがすごくね、少年たちがね、心を揺さぶりますよ。で、今の子らわからないですが、私ら世代で言ったらね、もう剣でね、敵を倒していくっていう、これはね、すごくね、爽快なんですよ。もう爽快感も正直、個人的にはありました。はい。よかったらね、動画でいいんで、もう見てください。楽しめると思います。はい。まあ、結構ね、まあ、1時間の動画もありましたがね、コンパクトにまとめてる動画もあるんでね、結構楽しめると思います。はい、よかったらどうぞ。ということですので、本日の動画は以上になります。私、ナバールと申します。はい。ツイッターやっていますので、フォローの方よろしくお願いいたします。で、そしてね、この動画、興味持ってくれた方いたら、高評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、もうまだまだやなって思う方いたら、低評価でも構いません。なんかのアクションを起こしてくれたら、私、結構嬉しい限りでございます。ということですので、本日はこれにて終了いたします。ありがとうございました。バイバイ。